パナソニックと花王のハッシュタグ洗濯プロジェクトのテーマ曲、アレキサンドロスの洗濯、その3。リフレインするありったけという言葉。なんかありったけっていう単語ってすごく頑張ってるっていうか、褒めたたえるじゃないけど健闘をたたえるような単語の一つな気がしてるんですけど、結局選択する時っていうのは自分のその頑張りだったりとか今日一日のものを洗い流す行為でもあるから、その洗濯機に自分と一緒になって頑張ってくれたシャツとかを入れる時にお疲れ様みたいな感じで放り込んでる時の様子なのかな。リフレインする毎日のメロディー。毎日同じようなことをやってるけど、それってよく見返すと一つ一つ違うし、いろんな色があるよなっていうところを感じれるようなメロディー作りだったのかなと。日本の洗濯に喜びを、パナソニックと花王のハッシュタグ洗濯プロジェクト進行しています。パナソニック。